2004年冬公演おまけビデオ、みんな元気だった？セーラームーン月のうさぎ役の倉木まりなです。セーラースターファイター聖夜公役の秋山千夏です。セーラースターメーカー大輝公役の中山明子です。セーラースターヒーラー夜天公役の多部美香子です。今回の公演について一言ずつ、まずは3人のリーダーファイターの秋山さんからお願いします。はい、今回はセカンドステージファイナル777回記念公演火球王子様登場ということで、すごい思い出のいっぱい詰まった公演でした。はい、思い出も詰まったし熱い友情が芽生えた楽しい公演でした。はい、プレッシャーに押しつぶされそうになったんですけど、本当にみんなとやれてよかったと思っています。よかったよかったよ。もう今回も本当大変だったよね、いろいろね、泣くシーンもあったしね。結構泣くのって結構体力使うからね。喜怒哀楽の激しい舞台だった ね、 だったね。でも楽しかったよね。楽しかった。はい、ここは稽古場ですね。稽古場懐かしいですね。今回広かったよね。すごい広かった、ね、ああ、みんな頑張ってるよ。みんな出てきたよ。スーツ履いて。すごい好きだったんだよね。なんかいつもかっこよくね、2人とも現れて。マリナちゃんも。そうそう、もう頑張ってる。大好きこの。本当ありがとう。今回稽古場どうだった？どんな雰囲気だった？今回はなんかいい意味ですごい緊張感があって、でやっぱみんなで協力してできたなっていう。そうだよね、やっぱ緊張感がないとできないよね、ちゃんとね。楽しいだけのやっぱだダメだよね。そうだね。リーダーって誰なんですか？選手内部のリーダーはマリちゃん。昨日もちょっと指摘されたことは、ああそうだなと思って、ちょっと今いろいろ考えてて、でも私怖いよね、きっと言う瞬間とか、きっとだってさ、なんだっけ、アニマメイツが盾をこうちょっと一曲の曲の中でこう攻撃する場面があるんですけど、でそこで曲中の攻撃だからこうみんなきっとこう焦っちゃうんですよね、きっと。それ でその攻撃が来てんのにこう構えがなってないっていうのを発見しちゃって、でそれでみんなにていうかアニマメイツがさ、攻撃するの見えてるとか言って言ったら、うんとか言って、じゃあなんで構えないのとか言う。すごいこうすごい内部が沈黙になって、あごめんと思いながら、ちょっとその時はこう自分の中でこうあってね。そうそう、もうそう最終日だからね、もううん、そうそう、これやってあれやって、もう自分の中でいろいろあって、もうね、もう今日しかないからね、稽古が、本当あっという間な1ヶ月ちょっとね、すぐだったよね、あっという間に、あっという間、こうもっともっと ね、こう内部っていう内部を見せたいんですよね、なんか、なんか形が内部だけじゃなくて、こう見てて、あ内部だなって思ってもらえるような内部になりたいんで、今回。マーキュリー役のまなみちゃんがカメラを持って稽古の合間の素顔を突撃取材でーす。イエーイ。レアレアないすごい悪役だよ。悪役さん、ほらみんなストレッチしてるね。柔らかい、かわいい。本当にカチコチだ。面白かった。面白いよ。あーひでちゃんだ。綺麗だよね。そう、背高いし。チュー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 。もちろん春は来たけど、それイエーイ。サタン&ファイターです。仲良しです。仲良しです。美味しかったです、ラーメン。本当ですか？稽古前にがっつり食べてきました。そう、だからパン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 。いつもがっつり食べてるよね、なんか。そうでもないよ。普通だよ。本当食いしん坊じゃないもん。ねえねえ、ね、ご飯食べた後も他のところだって見ないよね。ラーメンだけでもねえ、カレーもねえ見なかったよね。仲良しということで、はい、バイバーイ。今度私もやってみたいな。あ、じゃあ夏公演の時、私があの名物の竹澤さんにプロデューサーさんにお願いしておきますから。やってもらいたい。嬉しいもんね。あ、これは
はすごいとても重要なところじゃないですか。最後のね、これみんなでこうね力を集めるんだよね。このそうそう、これは一番強い必殺技ですね。あの必殺技っていうか浄化。出ましたー、シロタユのモノマネコーナー。熊野プーさんやります。目を閉じてください皆さん。目を閉じて、うん、ねえねえビグリッド、ハチミツが食べたいんだな。はい、プーさんですね。ゆうこの野郎似てるんだこの野郎。ビートたけしも出てきちゃいました。すごい似てる、すごい似てる。二人とも似てるよね。物も似てるわね。男二人っきゃいねえんだもんな。そうですよ、そうなんですよ。男二人で頑張りましたよ。ですよ、今回はね、男の方は二人しかいなかったから ね、すごい頼もしかった。うん、そうだね、うん、今女性怖いって言ってたけど仲良くしてたじゃん。ねえ、ね、仲良かったよ。2004年1月7日の午後公演でセーラームーンミュージカルは777回公演を迎えました。イエーイ。よかった、なんかすごいよね、ラッキーセブンだよ、うん、すごい。しかも1月7日だし ねすごいよね。ノッキンダヘッジステーション、ストロに飛び放てレボリューション、ポジティブに行けば That's alright、 つかめるよ生き方完全無欠にもファイデイ。皆さん770回おめでとう、盛り上がっていこう。一人で悩んでいないでさ、歩き出そう、光目指して、マリナちゃんどうでしたか。はい、あのアンダさんと一緒に歌って、もうアンダさんとずっと一緒に歌いたくて、そう私もてか本当今日ね見に 来てただけだったのに、いきなり竹澤さんに歌えって言われてじゃあノッキンダンダラ覚えてるから、じゃあマリナちゃんと一緒に歌いたいって言って今日決まったんですけどね、うん、そうですね、はい、まあ、さっき お弁当食べちゃいましたしね。あ、ごめんなさい。これが6年前のアンダさんです。あまり変わりませんね。変わんないよね。アンザさんによくしてもらって、うん、もうアンザさん大好き。はい、じゃあ皆様にご挨拶をお願いいたします。明けましておめでとうございます。777回おめでとうございます。あ、はい、岩野美沙子です。ここがはい、岩野美沙子さんは2代目なんですけど、うん、今はほんとね、お母さんになってね、ほんと子供も見たね、すっごい可愛かった。四代目セーラー B です。宮沢あきこさん、どうぞ。あのさあのね、あのね、いやいや、怖い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 。あのね、ちょっとやめた方がいいよこれは。ちょっとね、思い出した、思い出しちゃってね。あ、リボンをね、すいません、もう一回返しといてください。どうも、あー、宮沢さんのヴィーナスですよ、ね、かわいらしい。なんかクイーンベリルとは全然違うよね。そうだね、びっくり。かわいいから何やっても似合うじゃん。そうだね。この伝説生誕をみんなで歌いましょう。画面の下に歌詞が出てきますからね。
お客様は私たちと一緒に歌いましょう。ムーン頑張ってるよ。ヒデちゃん頑張ってるよ。でんぐり返しました。体張ってるよ。すごい面白い。楽しい。分かった。私ここが好きなの。びっくりした。大好き。稽古場でも爆笑だった。爆笑だね。しょうがないよね。今日最高。ね。エコーよろしく。ムーンクライシス。エコー聞いてます。本当これびっくりしたもん。びっくりしたよね。本当にびっくりした。ええって思った。みんな見ててね。思った思った。いつの間にみたいな。いつの間に本当にもう作ったのみたいな。すごいね。さすがだね。さすがです。不思議。大きいのとちっちゃいの。困っちゃくれたガキだね。あ、行っちゃった。これはなんこれはわざとかどうなんだろうね。びっくりだよね。ねえ。古いけど紅白に出た小林幸子じゃない。なんかこの場にいたかったよね。ちょっとね絡んでみたかった。絶対笑っちゃう。爆笑しちゃう。この後のミキさんが好きなの。注目だよね。注目注目大注目ですよ。任せておけってこんなことか。その格好なら私の方が似合う。真顔で言うから、ね、これ真剣なのが面白いよね。今回の冬公演でプルート役の保坂優子さんが卒業します。本当にこの方にはお世話になりました。本当に優子さんには私たち温かく見守っていただいて感謝してます。うん、プーちゃんはね優しくてもう本当にお母さんみたい で時には厳しくて私たちにとって本当に大切な存在だったと思う。稽古中も
本番中もずっとこうみんなのことを見てて本当にこういろいろ気を使ってくれて本当にもう迷惑かけたし本当にお世話になりましたっていう感謝の気持ちでいっぱいです。じゃあそんなプルートママにじっくりこの曲を皆さんに聴いてもらいたいと思います。私は4年間この舞台に立たせていただきました。ここまで来れたのはスタッフ、キャスト、そして応援してくださった全ての皆様のおかげです。本当にありがとうございました。私たち全員見守っていただきました。言葉では感謝しきれません。役者として人として大切なことを教えてもらったような気がします。本当にありがとうございます。
した全てのことを一生忘れません。みんな大好きです。ありがとうございます。なんか本当に来ると思わなかった感じですね。こうなんか結構人が辞めるのをずっと見てきてて、まあ私もいつかはとは思ってましたけど、こんなになんか盛大に重々しくやってもらえると思わなかったんで、すごい嬉しかったです。本当にでも似てるところがすごくあったんで、あまりプルートだからこうだとかあまり考えたことないです。似てる部分を探す方がなんか好きだったんで、あまりなんかこう教わったとかっていうのは実感としてなかったんですが、なんか本当どうなれば自分に戻るのかが分からないですね。もう4年間プルートだったんで、本当ゴールデンウィークにならないときっとこの実感は湧かないと思います。きっと普段もプルートの気分でいると思います。やだよー、ありがとう。4年間本当お疲れ様でした。ありがとう。本当に大好きなんですよ。本当にもらい泣きされちゃう。ね、また泣きちゃう。本当に思い出が ねいっぱいありすぎるよね。私たちね、本当助け合ってたもんね。電車の中でもね、どっちかが寝ても本当息ついたよとか言ってね。息ついたよとかね。そうね、いろいろあった、いろいろあった。私が初演の時、プーは初めに1年ぐらいやってたじゃないですか。すごく優しくしてもらって、すごくいろんなこと教えてくれてなんかすっごい本当に本当そんな風に思ってくれてありがとうって感じ。私なんか結構ね、口うるさいおばさんなんだと思われちゃうだろうなと思いながら、ね、みんなにね申し訳ないなって思うんだけど、でもなんか伝えておきたいなとかと思って、そのなんか結構きつい言葉とか結構言ってたから、ね、ないよ。本当にありがとう。本当にね、選手のママだったの。ありがとう。だからちょっと先不安だけど、でも私頑張るから大丈夫だから、心配しないでね、大丈夫。私だからさっきもねコメントしたんだけど、安心、任せられる。頑張るから。ありがとう、本当にありがとう。